皆さんこんにちは。スクイズ速報です。昨年前半戦は好調だったものの、最終的に5位に沈んでしまった埼玉西武ライオンズ。今季は2019年以来の優勝を目指しシーズンをスタートさせ、最初は勢いに乗っていたものの、現在急失速しており、24日は9回になんとか追いついたものの、結局サヨナラ負けとなり、パリーグワーストの延長戦13連敗となりました。直近10試合は1勝9敗で深刻な低迷にあえいでおり、先々週から先週まで7連敗も記録。一昨年は3位でシーズンを終えていましたが、ここ2年は苦しんでいる西武ライオンズ。一体なぜここまで低迷しているのでしょうか。今回は西武ライオンズが低迷している理由についてご紹介していきます。松井稼頭央新監督のもと、総根をスローガンに掲げ挑んだ昨シーズン、序盤は A クラスをキープし健闘していましたが、その後一気に失速。交流戦で6勝12敗と苦戦を強いられ、7月前半には8連敗を記録。最終的に65勝77敗1分けの5位で終わっています。リーグ2位の80盗塁を記録したものの、得点数、本塁打数はリーグ最下位、打率はリーグ5位の2割3分3厘に終わり、得点力不足が顕著に示されたシーズンとなりました。昨年シーズンを通して活躍したのは外崎修汰選手と新外国人マキノン選手のみで、外崎選手はチームトップの136試合に出場し、打率2割6分12本塁打54打点をマーク、キャリアハイの26盗塁も記録。マキノン選手も貴重な戦力となり、打率2割5分9厘15本塁打50打点はチーム2位の数字。一塁での守備も光っていました。源田選手も WBC で骨折した影響もあって出遅れましたが、最終的に100試合に出場、打率2割5分7厘も安定した守備でチームを引っ張り、夏場以降には佐藤龍生選手が台頭。9月の活躍は目覚ましく、打率2割9分3厘ながら24四死球で、出塁率4割6分5厘、 OPS 8割7分8厘を記録。選球眼に磨きがかかり、自己最多の91試合に出場するなど活躍を見せてはいました。一方投手陣は高橋光成選手、今井選手、平選手、隅田選手、松本選手で強力ローテを形成。特に高橋選手、今井選手、平選手は2桁勝利をマーク。明るい話もありましたが、リリーフ陣が不安定でチームが失速する原因となってしまいました。今季は助っ人でアブレイユ選手とヤン選手を補強し、山川選手の人的保障としてソフトバンクから貝野選手を獲得。大物ルーキーの竹内選手もドラフトで獲得でき、野手ではメジャー通算114発のアギラー選手、同じくパワー自慢のコルデロ選手を獲得。弱点を潰して今シーズンに挑んでいました。しかし開幕直後は良かったものの、4月9日から連敗を喫するなど急失速。直近10試合で1勝9敗で深刻な低迷にあえいでいます。この10試合で先発陣は8度のクオリティスタート、うち6度のハイクオリティスタートをマーク。ところが打線はチーム打率1割7分1厘15得点の超低空飛行状態。高騰する先発陣を援護できず3度の冷風負け。そして1点差試合は1勝4敗と勝機を逸する大きなマイナス要因となっています。深刻な貧打に松井和夫監督も打つ手がない状況で、23日のオリックス戦では打順を大きく変え、24日は完全に開幕スタメンを解体する事態に。昨年同様貧打が解消できず非常に苦しい状況となっています。西武ライオンズといえば山賊打線と評されるほど圧倒的な攻撃力を誇るチームとして知られており、2018年2019年はその打力で優勝を勝ち取っていました。しかし近年はその姿が鳴りを潜めており、一転して貧打のチームに。一方当時課題だった投手陣は安定し始め、先発に関してみれば今やリーグトップクラス。見事逆転してしまう事態となりました。わずか4年で見る影もなくなってしまった打線、その結果が順位に直結していますが、なぜここまで低迷したのでしょうか。やはり一番の理由は FA による選手の流出でしょう。
2018年オフに浅村選手、2022年オフに森友哉選手、2023年オフには山川選手が FA で移籍しており、この3人はそれぞれのチームで4番を務める事態に。言い換えれば4番クラスの強打者が3人も近年で抜けており、打線が弱くなるのも仕方ないと言えます。またずっと1番を務めていた秋山翔吾選手の退団も非常に大きく、秋山選手退団以降は打力が露骨に低下、今暇で1番打者を固定できていないことから、いかに大きな離脱だったかが分かります。その中で昨年は4番の山川選手の離脱がかなり響いたと言えます。昨年5月に不祥事により離脱した山川選手、その後得点力が著しく低下しており、山川選手の離脱と退団は非常に大きいと言えます。ただ低迷の理由は山川不在でないという指摘もあります。スポーツ紙記者は昨年山川選手不在を指摘された際に、山川が下半身の G 張りを訴えて4月に戦列を離れていましたが、その時にチームは白星を積み重ねていました。低迷の大きな理由は若手の伸び悩みとベンチワークだと思います。守護神で何度も救援失敗している増田達志を抑えて起用するなど、首をかしげる起用法が多い。打線も好調の選手を外し、テコ入れを図ったりしているが機能していない。松井監督は機動力を武器にした野球を志向していますが、2桁盗塁を記録している選手は22盗塁の外崎修太のみ。西武の2軍監督を務めていた時からブレイクした若手選手が皆無に近く、育成能力に長けているとは言えないと指摘。現に若手選手は育っておらず、長距離砲として期待されていた渡辺選手は現在2軍、他も世代交代が進んでおらず、選手の退団に育成の低下、采配などとにかく全て噛み合っていないため低迷しているとも言います。またチーム周辺からは指揮官に対し、勝負に対する厳しさを前面に出してもいいのではとの指摘も向けられているといいます。松井監督といえば、一度や二度の失敗で選手を見限らない、敗戦の責任は自らかぶり、メディアを通して選手の悪口は言わないなどという評判が一般的にはあり、素晴らしい人間性を兼ね備えているともっぱらです。実際普段は怒らないらしく、平石ヘッドコーチによると、怒っても怒鳴らず、ブツブツ独り言が多いとか。しかし反面で、その優しすぎる性格ゆえ、勝利を義務付けられる現場の指揮官としては物足りなさも露呈し始めています。この2年間松井監督がキーマンは僕自身と自覚しているように、どう厳しさを打ち出すかがテーマとなっているのは疑いようがありません。チーム内には伸び悩む若手野手の現状に、失敗してもチャンスはいくらでも回ってくるとレギュラー不在の状況に安住してしまっていると危惧する声が出ており、事実として一塁二遊間以外のポジションが定着しない悪循環を招いてしまっています。周りのライバルと切磋琢磨できない状況や、怒らない首脳陣の人柄に安堵してレギュラー持ち回りのぬるま湯意識が定着しつつあるというのです。この状況を打破し、ひしめく一軍半クラスの野手に危機感を持たせるためには、やはり松井監督が意を決して厳しさを出していくしかない。たとえ言葉を使わなくても、ミスを犯した選手に対する懲罰交代や速やかな降格など、采配面でもそれは十分に可能と言えるでしょう。24日のオリックス戦では主力をほぼ全員外し、フレッシュなスタメンで挑んでいました。これは低迷する主力選手に対する厳しさとも言えるかもしれません。最終的に主力組も途中出場し、9回には猛攻を見せ3点差を同点にしましたが、前世紀の打線と比べるとやはり物足りません。監督の厳しさが若手にも向くと多少は上向くかもしれませんね。就任2年目を迎えた獅子の指揮官には今大きな変化が求められています。果たしてチームの改革を進められるのか、今後の活躍に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。